オフィスシオン FM しきたりアカデミーのコーナーです。オフィスシオン FM しきたりアカデミーでは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがしきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介いたします。今月のテーマは有名人の葬儀です。歴史上の人物から現代の有名人の葬儀にスポットを当ててご紹介してまいります。本日はドストエフスキーの葬儀についてご紹介いたします。1月28日、ロシアの文豪ドストエフスキーは喀血して8時40分死亡。その夜、ペテルブルク師範学校の学生がドストエフスキーの法要に出席。法要の後、出棺の時と墓地での整理を依頼される。夜の11時まで学生らの弔問客が大勢駆けつけ、夫人は葬儀が行われるアレクサンドル大修道院により好きな墓所を無料で進呈するとの申し出を受ける。1月31日、正午前、イサク大寺院消火隊が加わって短い祈祷を済ませた後、葬儀委員長の合図で出棺となった。待機していた腰に棺を乗せて修道院まで担いで行ったので、厩舎は空車のまま後に従った。葬列の一段一段の間に消火隊が入り、学生たちが棒で支えた大きな長い花輪が棺を中心に故人と親しかった人たちや分団の代表者たちを取り巻くようにして進んだ。延び送りの人では5万人を数え、沿道は大修道院の手前まで大変な人垣ができた。2月1日日曜日午前10時、ネフツキー大修道院礼拝堂で葬儀が営まれ、前日同様礼拝堂にはとても入れず、墓地も人で埋め尽くされていた。礼拝堂では弔辞がいくつかあり、大勢の僧侶、教会合唱団、そして修道像が墓に向かい、墓の前での弔辞が述べられた。本日の内容はオフィスシオンホームページでもご覧いただくことができます。ここでお知らせです。第2回今は亡きあの人へ伝えたい言葉大募集のお知らせです。今は亡きあの人へ伝えたい言葉プロジェクトは、個人の尊厳を守り、ご遺族をいたわる心を第一とする全国の葬儀社が実行委員会を結成して実施しているもので、オフィスシオンも実行委員会に参画しています。祖母、祖父母、先生、友人など、あの人とかつて一緒にいた時に言えなかったこと、思い出やあの人が亡くなった後に伝えたくなったこと、感謝の気持ちなどを手紙に綴ってください。亡き人を弔うお葬式やお仏壇、お墓でのエピソードなどを交えた手紙も歓迎します。応募規定は400字詰め原稿用紙2枚程度。形式は自由ですが、創作は対象外です。募集作品は出版物として書籍化し、ウェブサイトに掲載します。応募者は応募の時点で作品を公表することに同意したとみなせていただきます。5月31日、今月末が必着です。詳しくは、今は亡きあの人へ伝えたい言葉で検索。募集サイトをご覧ください。また皆様からのご質問やご意見ご感想も募集しています。お寄せいただきました方には、葬にまつわる体験談集時を超えてをもれなくプレゼントいたします。ご意見ご感想は住所氏名を書きの上、メールの場合は info@nara.fm、 ファックスは 074224-8422 です。またおはがきの場合は郵便番号 630-8334、 奈良市西の新野町43番地、奈良ドット FM オフィスシオンの係までお願いします。詳しいお問い合わせは 074224-8415、 奈良ドット FM までお問い合わせください。お届けしておりますオフィスシオン FM しきたりアカデミー、今月のテーマは有名人の葬儀についてご紹介しております。今日はドフトエフスキーの葬儀についてご紹介いたしました。家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りいたしました。オフィスシオン FM しきたりアカデミーのコーナーでした。